刺されの映画オタク上谷です。今回は20回記念ということでして、ちょっとゲストを一人お呼びしております。こちらおみちゃんという方よろしくお願いします、はい、映画かなり詳しいんで面白い話が聞けると思います。ゆうゆうそれもちょっと好きな殺人鬼ノーマン・リーブズの、ドライバーです。ルーク・エヴァンスさんが演じてらっしゃいます。いや本当にあのセクシーで本当にかっこいいんですよ。もうあのやることは完全にイカれてるんですけど、ね、大男の死体から出てきたりとか粉砕機認知したりとかゴア描写も多い映画なんですけど、もうすごいかもう見た目からもスマートさとかもセクシーさとかすごいかっこいいので、なんか綺麗な感じに、うん、今でも結構注目されてる人らしくてそうですね、で、はい、なんだっけあの美女と野獣の悪役、美女と野獣のガストン役であの出てらっしゃるんですけど、ノーア・リブズ あのドライバー役がすごい私の中でもイメージが強かったので、ね、ガストンがサイコパスにしか見えなくてすごい怖かった、うん、歴代の殺人鬼の中で一番のイケメンだよ。イケメンですね、うんうん、じゃ あやっぱまあ悪魔の生贄のレザーフェイスですよね。出た、これに勝るやつはいない。あのレクター博士と迷ったの、うんうんうん、あのすげえ知的でかっこいいし、うん、かっこいいですね。それでもこの人です。はい、こいつこいつには勝てません。レクター博士とかあの何かしら理由があるんだよね、殺し方に。失礼なやつとか、なんか生きる価値のないやつを、うん、あの率先して殺してるんで、あの全然関係ないやつとか一般人は実は殺さないんだけど、うん、こいつは誰でも殺すし、なんか隣に歩いてるやつがあやべえ殺そうって言ってチャンスでバーンってぶった切るタイプの、もうね生きてれば全部殺しにかかりますよね。ノーアン・リブズもあの、うん、この悪魔の生贄のレーザーフェイスもそうだけど、人間っていうのがまあ怖いんだよ。アメリカが広いし、なんかいそうな気がするね、あんなに広いって。多分いると思います。いると思う。はい。うん。ありがとうございます。いると思います。好きな惨殺シーン。はい。好きな惨殺シーンってなんだよっていう話だけど。あ、じゃあ次も、はい。どうぞ。はい。いや、じゃあ次は。あ、これか。そうだな、いっぱいあるんだけどね。いっぱいあるってのはおかしいな。これ、例えば。このミラーズっていう映画、あーミラーズ、はい、キーファー・サザーランドさんがあの24でイケイケだった時に出てた映画ですけど、これでですね、あの鏡に映ってる女の子が自分の顎を裂くシーンがある、うん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 、すげえ 痛いシーンがある。ほとんどワンカットで撮ってるんだけど、びっくりすることに CG を使ってないんですよね、うん、特殊メイクだけで撮影してるんですよ。あのこの監督 CG を基本的にあの惨殺シーンで使わない男で、うん、なんて監督だったらアレクサンドラージャっていう人で、うん、ピラニア 3D とか撮ってる人ですけど、あのシーンはすごいびっくりした。初めてだったあんなの衝撃的ですね。そうそう、私は、こちらホステル来ると思いました、はい、いろんな本当にあの拷問殺人シーンがあのたくさんあってすごいサービスシーンがいっぱいあるので、もうどれにしようかなって迷ったんですけど、2のホイットニーちゃんが一番かわいそうかなと思って、拘束されてるし、もう男に電動工でバラバラにされそうだったんですけど、なんかその男の手が滑って頭に自己的にめり込んじゃって、でそれでなんか芸術作品が作れないみたいになって、男が冷めて捨てられて、で競売にかけられて違う男に首を切られて殺されるんですけど、もう女の子の死が悲惨すぎて、あもう好きだなって思ってそれ共感したのか。あの1作目 のドリルであの胸に穴をずっとガシ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 ってやるんですよ。ホステルの何が一番いいかって言ったら最後の復讐シーン、うーんスカッとしますよね。かっこいい。一番怖かった映画は、ビジットです。シックスセンスとかをあの監督されてるM.ナイトシャラさんなんですけど、あらすじ言ってもらって、まず両親、母親の方から実家の方にあの男の子と女の子が出かけるんですよね。でそのおじいちゃんとおばあちゃんにあの1週間だっけ、うん、預かってもらうっていうんですけど、どうにもおばあちゃんの様子がおかしい、
夜素っ裸で徘徊してる、壁を引っかいてる、でそれをホームビデオで撮ってるっていう体でポイントオブビューで物語が進んでいくわけです、うん、おじいちゃんもなんか秘密を隠してる、家には絶対守らなきゃいけないルールがある、それを破っちゃいけないって言い聞かされて、でも周りの人間は証言がちょっとおかしく食い違ってて、そしたらね、でそこからそのお姉ちゃんと弟くんは確かに異変を感じてるんですけど、後半までは、まあ、ちょっと、まあ、ボケてきちゃったおじいちゃんおばあちゃんかなって言ってて、そのテレビ電話でお母さんにもう最終的にその確認してもらったというかな、あの見てもらったらっていう急展開で、そうでもあのなんか主人公たちがあの子供なので、それが余計にハラハラして、ね、そうなんか頭おかしいじいさんとおばあさんがね、怖いなって思いました。この監督あの子供がひどい目に遭うとか怖い目に遭う映画はすごい上手いんですよね、うん、サインとか、うん、シックスセンスもそうだけど、本性を表したあの老夫婦超怖い、怖い怖いすげえ怖い、すごい怖かった。俺は間違って映画館で見ちゃいました、ね、大音響で、ね一人で見に最悪ですね。こんなになって見てますよ。わやべえ、思ったより怖いんだけどどうしようみたいな、はい、で、俺さ、はい、俺はこれです